どうもクーピーチャンネルです。今日は野営車食に行ってきます。いやー、何歳になっても冒険ってできるんですね。実はこの軽キャンピングカー買ったのはどこでも行けて野営車中泊できるからなんです。そのため四駆を選び、 DIY でエアコンと緊急用のトイレつけました。いよいよ実行する時が来ました。ワクワクします。今回の旅は大阪から紀伊半島を縦断し、本州最南端の潮岬を目指します。その途中で野営車中泊したいと思います。紀伊山地は大自然の残る山岳地帯です。普通では考えられない道もあります。何が起こるか分かりません。無事帰ってこれるんでしょうか。動画できるだけコンパクトにまとめたんですが、今回撮れ高多くて少し長くなってしまいました。よかったらお酒でも飲みながら一緒に野営車中泊行ってる感じで見てくれたら嬉しいです。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、それでは今から出発したいと思います。で、今回持っていく車中泊アイテムはこちらになります。泊まる場所がちょっとまだどこになるか分かんないので、ガスも一応持ってきます。これは外の ST310 です。で、電気はこのアイレッチ調理器とフライパン、そしてケトルで、熱源は今日はこちらメーカーさんからお借りしているエコフローのリワ600、こちら持っていきます。これめちゃくちゃすごい機能があるポータブル電源なんです。また使う時に説明したいと思います。はい、でクッカーがこのスノーピークのマルチクッカー、これはセリアのお皿ですね、100均のここに。そしてクーラーボックスは簡易トイレ、こちらを持っていっておきます。そしてポータブルエアコン、クレクール3、前回の動画でかなり冷えるのを実証されたと思います。こちらももう助手席の後ろに積んでます。リバー600とは別のポータブル電源、大容量の部分を持ってきたいと思います。今回はリバー600をお借りしているんで、こちらのポータブルバッテリーは移さないでおこうと思います。さあ、それではこちら積み込んで出発したいと思います。
いや、僕ね、はい、今日よく見て、最近特によく見てたんですよ。なんか見たことあるなと思って、もしかしてちょっと YouTube 確認してみて。そうそう、あ、やっぱそうやと思って。漁師さんですか。そうなんですよ。イノシシ食べます。え、イノシシあるんですか。はい、うわ、すごい。冷凍してるんですけど、あの、もう焼いてもらっても、焼肉みたいにしてもらっても、じゃあフライパンとかでも焼いて、あ、もう全然大丈夫です。塩コショウとかで全然美味しいです。いやー、びっくりしました。なんとこのジビエ、この後ろの山で採れたらしくて、今日はもうこれ後で焼いてつまみで食べたいと思います。美味しそう、楽しみで。なんと温度がめっちゃ涼しくて、今外が 25.4 度、そしてキャビン内が 26.7 度。今日エアコンいらないかもしれません。なんか聞いたところによると、近くに温泉があるみたいなんで、ちょっと行ってきたいと思います。いや、お風呂めっちゃ気持ちよかったです。露天風呂がめちゃくちゃ広くて、で、何個もあって、もう40人ぐらい入れるんちゃうかってぐらい広かったです。そして気温なんですけど、めっちゃ涼しいです。これキャビン内が 21.4 度で、外気温が 21.7、 ほぼ一緒ですね。クレクール3持ってきたんですけど、今日いらないですね。いや、もうほんと涼しい。それでは風呂上がりのビールいただきたいと思います。ビールは今日は、このギネスとですね、一応ノンアルも持ってきたんですね。場所がどこになるか分からなかったんで、でもここはもうビールのできるとこなんで、ギネスいただきます。さあ、これですよ。このために今日も頑張りました。はい、じゃあいただきます。幸せや。このギャレの壁にパンチングボード設置しました。こんな感じで突っ張り棒なんですけど、このダイソーのやつがちょっと木目調なんですね。で、おしゃれなんでこれにしました。これからなんか食器とかここに並べていきたいと思います。特別に初めての野営車中泊なんで、ギネスビールもう一杯飲みたいと思います。今日はこちらの、先ほどこの野営場の管理人さんにいただいたイノシシ肉食べたいと思います。どんな味するのか楽しみです。じゃあフライパン使うんで、ちょっとポップアップ開けて換気したいと思います。それではこの IH とこのフライパンでジビエ肉焼きたいと思います。熱源はこの今お借りしているポータブル電源、エコフロのユバ600プロ、こちら使いたいと思います。これもめちゃくちゃすごくてびっくりしました。これ充電するときなんですけど、なんと650ワットぐらいで充電してました。家庭用コンセントで、他のポータブルバッテリーだったらだいたい80から160ワットくらいなんで、6倍の速さで充電してくれました。びっくりしました。前の晩から充電して8時間とかかかるんですけど、もうこれ本当に2時間とか1時間で 80% ぐらいまで充電できるんで、全然待たずに充電できました。後でクレクール3も一回動くか試してみたいと思います。ではこちら使ってジビエ肉焼いていきたいと思います。で、本当は今日別の料理作ろうと思っていたんで、ネギとか持ってきてたんですね。薬味でジビエ肉に使いたいと思います。
めちゃくちゃいい匂い。味付けは塩コショウとちょっと薬味のネギだけでいただきます。めっちゃビールと合う。めっちゃうまい。イノシシの肉ってこんな美味しいんや。またこういうところで食べるのがさらに美味しさ増してくれます。これ持って帰って嫁に食べてもらいたいと思います。次は一緒に行きたいと思います。いやー、野営車中泊めっちゃ楽しいです。準備します。あ、作動してますね。350ワットぐらい出てます。リバー600でもこのクレクルス動きました。20度ですね。めっちゃ涼しい。この釜の音聞きながら自然の中に寝れるのめちゃくちゃ気持ちいいです。眠りました。この起きた瞬間に自然の匂い、そして川の音、最高です。めちゃくちゃ気持ちいいです。なぜかポップアップの中に虫がいます。全部締め切って網戸にしてるんですけど、どうやって入ってきたんでしょう。不思議です。じゃあ朝ラーでチキンラーメンいただきたいと思います。やっぱチキンラーメンは卵ですよね。殻が入ってしまった。そして昨日のネギ。いただきます。
ま、最高や。はい、これちょっと100均のダイソーで飛行機売ってたんでちょっと買いました。やってみたいと思います。はい、完成しました。いきます。お、あれあんま飛べへん。次思いっきり行ってみます。この後1時間ぐらい山道を走り、無事潮の岬到着しました。そして帰りは高速で帰り、燃費測りました。走行距離425キロ、給油量 30.41リッター、1リッターあたり 13.9キロ走りました。425キロのうち山道半分、高速半分といった感じです。まあまあいい感じでした。今回の旅、行く前はドキドキしましたが、紀伊半島野営車集約の旅、無事帰ってくることができました。いや、こういった大人の冒険楽しいですね。なんか一回り大きくなった気分です。これからもいろいろ冒険して、いろんな遊び開拓して動画にしていきたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。めちゃくちゃ美味しい。